はい、それではですね、時間になりましたので、フリートークのですね、方を始めたいと思います。最初にですね、改めてですね、ゲストの紹介をさせていただきます。まず本作品の監督の林剛平さん、林さんは京都大学農学部で、当初松茸の研究を志されたんですが、その後震災後に、東北大学医学部に進学されまして、医学部博士課程に進学されまして、3.115 の脳を生み出す場として、移植場を作る観覧車という、団体をですね、福島県大玉村に立ち上げて、現在藍染めの藍などを中心に、さまざまな挑戦をされています。林監督、よろしくお願いします。続きまして、岡添桃子さんです。岡添さんは、本学の国際社会学部西南ヨーロッパ地域の、現在4年生です。本学に入学後、狩猟を通じた保護管理、野生動物の保護管理に興味を持たれまして、現在はですね、研究だけではなくて自らも、狩猟活動を始められています。岡添さん、よろしくお願いいたします。それではですね、セッションの方始めたいと思うんですが、先ほどですね、ご案内したように、冒頭と最後にですね、それぞれ、質問の時間をですね、作りたいということでしたので、今の段階でですね、質問、終わりになる方いたら挙手をお願いします。今日はありがとうございました。非常に面白かったというか、何と言いますか、質問としては、極力説明を排して何というか淡々と取っていくようなスタイルでされてたと思うんですけれども、結構何というか、長いというか、見てて何と言いますか、こう見るのがちょっと大変なぐらいちょっと長いなって感じる時もあって、それが何かフィジカルに逆にこう自分の体を意識するというかですね、それが全く違うんだろうけども、山に入った時の大変さみたいなのは僕らは感じれないんですけれども、なんかちょっとフィジカルに逆になんか途中からそういう気分になってきたんですけど、なんかそう意図的なところがあるのか、それともなんかナチュラルにそうなったのか、どうなのかなと思いました。いくつかお聞きした後でまとめて、答えていただこうと思います。他に手を挙げられてた方がいると思うんですが、じゃあ、本当に淡々と同じものがこう繰り返されていて、すごいこうある意味すごいトランス状態に陥るようなこう状態で、もうそれをやっぱ意識されて撮ったのか、ちょっとカメラワークがちょっと荒かったのでそこは意識されてないのかなとは思ったんですけど、あとでやっぱ編集段階でやっぱそういうのはこう追体験してる時にやっぱそういうのをこう自分の中でもこう感じられたのかなとかっていうのは気になったところです。あと撮られた背景というか、僕一回その北海道でヒグマのなんか止め差しを一回見せてもらったことがあったんですけど、その時はその映像に残すってことは結構厳しいというか、あまり人に見せるものじゃないっていうことを言われていたので、そういう背景とかお聞きできたら嬉しいです。他にあればもういくつか、今のうちに、そちらの方。だいぶ昔の話なんですけども、たまたま私、山形へ仕事に出張しているときに、地元の新聞で毎年5月1日に熊祭りを小国町でやっているということを新聞で見まして、それから3回ほど行ったことがあるんですけども、今でもやってるんでしょうか。中団の方。すみません、私小国の方にいつもイワナ釣りに行っていたんですけど、小国っていうところもすごいところで、確かに映画に出たようなところも随分川の中も入りまして、
行ってきましたけど、こういうそのき、ストーリーですか、ストーリーを見て、あれはあれでね、僕はいいと思いますよ、自然で。あれをここに描かしちゃうと良くないんだけど、今回あれでいいと思います。それでも結構私も気に入っていますし、それでマタギの人も大変体力があって、すごい素晴らしい人はいっぱいいるなと思いました。僕の釣りのにもマタギの方がいちいち上の方に魚を上入れて、それで育ててそこ、そういうとこ聞いたことありますけど、マタギの人も大変ですよね。それで取る人も後ろが追っかけてから行かなきゃしょうがないですから大変だと思います。それはご苦労さんでした。どうも。2つあるんですけど、まずマタギの方々が何を言ってるのかがほとんど分からなかったんですね。それで、字幕を追うのもちょっと大変だったんで、だいたい山の中で皆さんはどのようなことを話しているのかというのと、基本的に全部ずっと説明がなしでいくんで、クマを撃った後になんかこうビシビシとやる動作の意味ですとか、あと食事の時のいただきますのようなことを言ってるんですけど、あれにどういう意味があるのかとか、そういった背景が聞けたら大変嬉しいです。じゃあもう一方ぐらい、ずっと前から挙げられてる方がいるので、なんとなく初めてこういうふうに熊を撮っているっていうのを映像で見たんですが、狩りってこう勝手なイメージなんですけど、なんか命をいただくっていう感じでこう無言で行われてる感じなのかなと思ったんですけど、こう和気あいあいと熊をザクザクとこう熊皮を剥いでいたりして、マタギの人たちがこう何か無言になる時ってどんな時なんだろうっていうのをちょっとお聞きしたいなと思いました。いろいろ興味深く見にくいと見るのが大変と思った人もいるかもしれないんですけど、でも歩く場面なんかすごくよく撮れてるなと思って、スピードで上がる人たちをあれだけよくぶれずに撮れてるのはすごいなと思いましたけど、どうやって胸にカメラを固定してどんなカメラで撮ったのかなっていうのは知りたいと思いました。とても興味深く見させていただきました。それじゃあまた後で終わりの方で、質問の時間を取りたいと思いますので、一旦ここで切らせていただきたいと思います。じゃあ順番にいくっていう感じでいいですかね。最初とお二人目の方はほぼ同様の質問だったと思うんですけれども、非常にこう長いフィルムで、見るのがしんどい部分もあったんだけれども、そう淡々と同じものをこう、あえてカットせずにですね入れられたっていうのはどういう意図なのかっていう質問でしたね。もっともっと長く歩いてて、もっともっと長く歩いてるシーンの中であんまりブレてないところを選んでるので、なんかあれをなんか長いですけど、そんなに何だろうなもっと長く歩いているので、ただなんかカメラの最後の話にも通じるんですけど、ブレの補正の一番いいカメラを借りて、僕のカメラじゃなくて最後に3月11日を忘れないためにセンターっていうのが仙台 の 団体があって、でそれはなんかすごいいいプロジェクトで仙台にあるんですけど、なんかアーカイブ311のアーカイブ作りをもう取り手はもう市民だったり町場の人に任すと、で機材の貸し出しとデータの保存だけをその役場が引き受けるっていうようなプロジェクトがあって、そこで機材を借りて撮ってました。で借りて初めて撮った映像だったので編集とかもあんまり分かってなくて、で僕もこれ映画館で見せてもらうの3回目なんですけど、初めて映画館で見るまではほとんどのシーンは見ないで編集してて
なんかこの辺とこの辺みたいな感じでつないでるので、なんか僕も初めて見た時、うわこんな感じかって。いやで実際パソコンのモニターで見てても小さすぎて何が映ってるかあんまり分からなくて、なんかだからこういう場で見れるから、なんかやっと見れるものなんだと思う。そしたら続けて、あの歩く部分をよく撮れているのはどうやって撮れてたのかっていうのは、そのブレの補正がよく効くカメラを使ったということ以外に何かコツはあったんでしょうか。なんかその GoPro みたいな胸につけるやつで撮ったらどうかみたいなのもあったんですけど、電池がすごい短くしか持たないのと、あとズームがいっぱい使ってたんですけど、あの遠くにいるものをこう、まあ僕がそのズームしてる間に雲を見失うからなかなか捉えれてはいないんですけど、そうやって撮ろうとするとやっぱズームのいいカメラが良くて、だからビデオカメラ、まあこのぐらいのソニーの PJ なんとかってやつなんですけど、やつとあとニコンのカメラを2個持って歩いてます。で僕は映像を撮るために今回ついて行かせてもらってたっていうのは、やっぱちょっと片手間で、あのちょっとあの熊の胃の内容物、あのブナの実が入ってるみたいなシーンあったと思うんですけど、胃の中身とかあと熊の糞、腸を絞って捨ててきちゃうんですけど、そういうマタギの人たちが山で捨ててきちゃうものが欲しくて、その食べたものとあの糞の状態からあの体の中の放射性物質の濃度がどういう風になってるのかみたいのを知りたいんだけど、その糞持って帰ってきてくださいって言ったら、まあ林は自分でついてて取りに来いって言われるからついて行って、だから基本的にはあのあそこで、まあ、取れた時にそのサンプルを分けてもらうっていうのがあの、メインで、ただそれだけだとあんまりにもこの道中いろんなことが起きてて、で景色もやっぱりすごい、初めて僕雪の山に連れてもらったので、なんとかこういうものを見たいっていうのと、あとその千匹とも引きっていうあの声をかけて、こうマタギの人たちが収穫を、まあ、山に感謝する場面とかも本では読んだことあったんですよ。あの川と頭を逆向きに置き直して祝詞をあげるみたいな、ただなんかそれを実際目の前で見たのは初めてだったから、映像に残したいなと思いました。そしたら次、あの熊祭りが今もあるのかっていうご質問ですけども、これはもうあるよ、ありますということでよろしいですかね。一旦その僕が関わり始めた時に熊祭りで熊汁を出せなくなってたんですよ、あの山形県全域の熊の出荷制限みたいので、で、まあ、小国の熊一度も規制値超えたことなのに変だなっていうので測定を通して関わるようになって、であの全頭検査30頭ぐらいしか年間取れないんですけど、米なんかに至っては何万袋っていうのを全袋検査して出荷してるんですけど、熊たった数十頭なのに測定しないで規制がかかってるのは、やっぱりなんか基幹作物への扱いと山の幸への扱いがなんか明らかに違くて変だなと思ったので、あの測定をしながら関わりました。で今は熊汁振る舞えるようになってます。あとは言葉ネタですね、2つあって、1つはマタギの言葉がよくわからなかったので、その会話の具体的な内容について教えてくださいという話でした。もう1つは、マタギの人たちがどういう時にですね、こう無言になるのかと、解体の場面なので、その2つについてお願いします。基本的に山ではあんまり喋らなくて、でなんか喋ると取れないみたいなことを言われたこともあって、だからただなんかそのもう解体のところまで行くと、あの一旦落ち着いてるというか、こうちょっとあのそういう緊張状態とはなくなって、今日の熊はどうだとか、そんな話をしながら解体してますね。だから話す内容は見つけた熊の場所を伝えるっていう時には結構言葉を尽くして喋ってます、ね、あの松たるあの本峰から下がってきた松峰あっべみたいな、であのそこにあのダックルミっていうのはなんかこうちょっとこうなった地形のことなんで、ダックルミに雪とかがあるだろうと、でって言ってこうすごい目立つポイントからだんだんこう追い込んで、その場所まで言うっていうのは言葉を尽くして隣の人に伝えてますね。じゃあ基本無言だっていうことですね。大体喋らないですね。じゃあとりあえずここまでで、あの質問への、あの答えというのは大体
体終わったと思うんですけれども、それじゃ あのお二人のトークにどちらからでも取れた時に何か しゃべります。どんなことしゃべりますか。でも私が今までその今回みたいな巻き狩りについてた時にまだ取れたことがなくて取った場所を見たことがないんですけど、確かに私がついてた時もやっぱり実際人間が喋って聞こえてるってことは獣には絶対聞こえてるから、基本喋らないし、まあ、まず動かないし、まあ、基本、まあ、無言で黙ってずっと静かにしてるって感じは一緒だなと、はい。僕もこの熊猟に関わり始めて、これ3回目の熊猟の時の映像だ、 3年目のだったんですけど、1年目も2年目もあの僕が行った時は撮れなくて、うん、姿が見れたことすら1回しかなくて、うん、だからビデオカメラ持ってったらいきなりこう映る距離にで見つけたみたいな興奮じゃないですけど、なんかやっと3年目にしてやっと熊が見れたみたいな感じはあります。確かになんか行ったら撮れるってものじゃないというか、むしろそれがなんか狩猟みたいなところがあるので、なんかそっちの方がですか、ね、リアルですよね。あと私がすごい気になったのが、そのなんか地理感覚がやっぱすごいなと思ってて、まあ、雪山のなんかあんま特徴がない中で、すごい地名の中になんか人名が出てくるなと思ってて、あれってそのなんとかさんの土地みたいな、そういうニュアンスなんですかね。多分五郎三郎っていう沢の名前、なんかまあ確かにいっぱい地名はなんかあって、なんかあのベコマクレとかいう、その牛が昔道があった時にそこでは牛がひっくり返ったようなぐらい急なところはベコマクレって呼ばれるし、あと天戻しっていう、なんかどんな崖でも登る天すら登れないっていう天戻しの谷とかもあるし、でそういう有名な名前がついてるところとは別に、あの誰かが取ったところとか誰かが逃がしたところとかっていうのがまた地名になっていくっていうのが、そういう経験とかそういうなんかあった、なんか思い出みたいなのが地名を作っていく、うん、林さんの名前が出てくる地名もあるんですよね。いやこれなんか僕あのチラシに書いちゃったんですけど、実際僕はあの鉄砲撃ったこともないから、あ林がぶっぱぐって逃がしたところっていうのはないですぶっぱぐるっていうのはあの、撃つってことですかね。撃って取りはぐれることかな。あともう一ついいですか。なんかあの林さんの今までのこの経緯みたいなのを聞いてて、すごいものづくりに関わってらっしゃるなっていう印象があったんですけど、その狩猟とものづくりに関して、なんか狩猟ってこう取ったもの何一つ無駄にしないみたいなところがすごいあるなと思ってて、それこそ骨も出し取るし皮もなめして使えるし、なんかそのもともとものづくりに関心があるから、こういう狩猟に関してもっていう点があるのかなってお聞きしたいと思います。それは、実際にその素材とかに詳しいっていうのもやっぱすごいなと思うんですよ。クマが食べてるものを見ながら、あこれ食べれるのかっていうふうに、なんかこう山のことをクマから習ってきた人たちっていうところでもすごいし、あとはなんか結構映像の中でもなんかこう体さばきというか体の使い方がすごい上手くって、あんま揺れないんですね。僕はすごい揺れるんですけど、あの人たち重い荷物を背負っても揺れないで歩けるし、あとまあ武志さんが破けた長靴直して熊の皮なめして、その後晴れた山に行って、その後すごい土砂降りで風が吹くって、あれ一日の中なんですけど、ああいうなんかこう時間の使い方みたいのが、まあ、雪国の人ならではなのか、すごく段取りが良くて、だからあのぐらいことをパスパスとやっていけたらものづくりはすごい進むだろうなと思うんですけど、まあ、なかなか真似できない。おいし先生も何かありますか。
僕はやっぱさっきのねやり取りで、僕もあの初めてこの映画を見たのは山形のドキュメンタリー祭の時だったんですけれども、やっぱ非常にその、あの、はっきり一言で言うと冗長なだと感じられるような表現が多いんですけれども、あの逆にそれがこう見ていくうちに、こうなんでここ長回しで残したのかなっていうことをいろいろと考えさせられて、あのすごく面白かったんですけど、例えば歩き方にしてもやっぱりその獲物が取れた後のね、あの足取りと、あのそうではない時とか非常にしんどい時とかでは全然歩き方が違いますし、あのおそらく実際には先ほど申し上げたようにものすごくいっぱい歩かれていたと思うんですよね。まあ、それはすごくそういう意味であの面白いなということを思ったんですが、ご自分で編集されたんですか？自分でやりました。あ、なるほどね。あのそれもあの一つあのポイントとしてあるのかなという気がしました。まあ、僕もね自分でフィールドで撮った映像をあの短い映像作品したことがあるんですが、それは全然違う人に編集してもらって、そうするといろいろと突っ込まれるんですね。で映像屋さんはあのプロの映像屋さんにという仕事をすると、あのフィールドワーカーはこうつまらないものばかりね結構撮ると、絵にならへんって言われて、それで全部切り刻まれて結構しちゃったことがあるんですけれども、まあ、あの林さんの場合ご自分でやられたっていうことだ。編集やって気づいたのは鼻水すすりすぎだな。あの時はまだ初めて撮ってたから全然自分の音がどうなってるとかを知らなくて、でなんかこうその鼻水の音のとこだけ削るとかもやったんですけど、やったんだ、いや結局でもそれでいやこれはやんない方がいいなと思って、でもなんか、うん、今日改めて聞き苦しいところもあったと思います。でも次の年からは回してる時は鼻すすらなくなりましたけど、でもなんかだんだんそうやってこう編集のことも考えながら撮るようになると、なんか去年はまだ良かったんですけど、今年結構撮ったのがなんか、うん、あんまこう、うん、一番最初のこのなんかやつやっぱすごくこうラッキーなぐらい撮れシーンに出くわしてて、これ時間の系列も何も動かさずにつないでるだけなんですけど、まあ、ある4日間の出来事で1月の間だけど、なんかこう撮れない日があって撮れた日があって、撮れない雨降った日があってまた撮れて帰りが遅くなるみたいな、なんかで昔はもっともっと夜遅くに帰ってくるのは当たり前だったけど、だんだん最近はその夜遅くまでは漁しなくなってるっていうし、メンバーもこの数年でやっぱり減っていってるし、岡添さんの周りでは何か狩猟やってる人増えてますか？そうですね、外大で言うとそういうことはないですけど、多分うちの大学で学生さんだと一人かもしれない、そう、分かりませんけど、隠れたそういうニッチな人がいるのかもしれないですけど、多分その東大とかそれこそサークルがあったり、あと農大とかそういうやっぱ狩猟サークルみたいなのがやっぱできてはいるので、あと今日も来てくれてる 北大の方とか、でもやっぱり学生でやってるっていうのはすごく少ないですよね。きっかけは何かあったんですか、狩猟をやろう？そうですね、まあ、一番はやっぱりその大石先生がもともと罠猟を持ってるので、それでそういう狩猟の研究会についていったっていうのが一番最初ですね。一応でも大石先生はペーパーですよね。あの京都で免許を取ってその後すぐこっちに赴任したので、あのアフリカだと無免許であの羽根罠猟をやってますけど日本だと限りなくペーパーですね。かなりじゃあ大石さんきっかけの集まりですね、うん、でも岡添さんも銃の免許もねあのお持ちだっていうことで、ものすごいスピードで私は追い抜かされていたっていう、ね、じゃあペーパーにはなりたくないと思って林さんはご自分でそのこれまでは研究者としてアプローチされて、うんうん、あくまでもこの作品もある種の副産物だっていうお話だったんですけど、うんうん、自分でその銃をあのやってみようとか、うん、狩猟者の立場に、もうちょっと近づいていってみようっていうようなお考えはありますか？なんかだんだんこ
その年を経るごとになんか取りにくくなってるのは、やっぱ僕がこの時はまだすごい外というかこうなんかいてもいなくても同じ扱いだったんですけど、人が減ってきて、しかもまあ自分でもどうやったらちょっとなんか手伝えるかが分かってくると、そうなるとやっぱもう取れなくなって、取ってるよりも手伝うことが増えてくるし、でまあやっぱりなんかこう本当に習おうと思ったら、多分こうその時その構えてる人を見てるよりも熊のことをやっぱ見てる方がなんか本当の意味でのなんかことを、だから結局本当のところを何をやってるか分かってない状態でくっついて歩いてるから、やっぱり本当にあの人たちから習おうと思うんだったら、まあカメラ持たずに山に行くようになる必要はあるなと思ってます。まだそこら辺はじゃあその考え中っていうか、まあそうですね、やってないうちからこう、こうしますっていうのはちょっとまだ言うない、まあ、そうだよでその映画を撮るっていうつもりで初めから映像を撮ってたんですか？いやもうちょっとアーカイブの方のウェイトが大きくて、うん、やっぱりなんだろう、過去にマタギがいたっていうんじゃなくて、今実際こういうことが起きてるっていうことをあの届けれれば、あのやってみようっていう人たちが なんだろう、会いにも行けるだろうし、あとなんか今日なんかではほとんどさばいてるシーンは入れてないんですけど、なんかまあそれをすごい分かりやすく撮ってるのとかもあって、獣をどうやったらこう あれなんかこう結構すごい上手にさばいてて、外側を触った手では中を触らないとかをやれてるんですよ。であとさばく前にその雪を平らに、だから大きなまな板みたいにしてそこでさばいて、だから肉も汚さないし、その匂いもつけないみたいなさばき方があって、あれはやっぱすごい技術で、僕がその大学でそのサンプリングにお医者さんのチームと一緒に行くような時なんかの解剖の取り方よりも断然丁寧なんですね。食べるためのさばき方と、臓器の一部だけをこう研究室に持って帰ればいいっていうさばき方は全然違くて、だからなんかああいうのはなんかこう見たい人、本当は多分一緒にその人たちとなんか時間を共有できるのがいいんですけど、そうじゃないにしてもあれはなんか伝えれるものだなと思ってます。あと一応結構あのこの311 の、うん、あの後にこう撮った、まあ、狩猟の映画っていうことで、その、ことにあの関心を持って今日来られた方もおられるんじゃないかなって思うんですけども、その出荷制限とかそういう話以外にですね、その311の前後で、まあ、漁師さんたちにとって、こう狩りをすることとか、まあ、山の意味であるとか、あの狩猟の途中でキノコをね、取ってらっしゃるところもあったと思うんですけれども、それなんか具体的に変わったっていうようなことはあったんでしょうか？まあ、だから小国でどのぐらい変わった、まあ、小国は実際その出荷制限も受けて、山形っていう意味では受けてるから、そういう意味では大きい影響があったし、まあこれからも東北っていう一括りでそういうことは向き合わなきゃいけないと思うんですけど、やっぱりもっと深刻なのが福島で、福島の多分キノコ食文化っていうのは僕がいる住んでる大玉村の界隈ではもう場合によっては途絶えるなと思ってて、それにはな、食べれるようになるまでにはすごい時間がいるし、その間にやっぱり一緒に取ってなかったらどのキノコ取ればいいかっていうのは本当は隣の山行ったら分かんないぐらい分かんないもんなんだろうから、っていう時になんかこうそういう、まあ、そこでは愛を育てようと思ってるんですけど、ただそこで失われていくのとは全然違う理由で、人が少なくなっていって過疎が原因でなくなってしまう小国っていうのは、これはここでは残って欲しいなってすごく思ってて、それは多分もしかしたら大玉村の人たちが小国っていう場所で何かを共有できるかもしれないし、まあ逆にその小国の人たちにとってその大玉村って場所が藍染めで人が増えてきたら、そういう人たちの行き来が生まれるとか、なんかこの
大玉村には放射能の問題が今あるし、でそれは東京とも共有しやすい話で、小国には過疎の問題があって、過疎の問題ってやっぱ人が行かないからで、だからなんかそこに人が行くっていうところでワンステップ大玉があると小国にも行きやすいし、小国があればまた大玉っていうのを見てみるかみたいな、なんかこう東北でなんか点々点とこう行きやすいなとか行ってみたいなって場所が東京圏の人たちに増えていくといいなと思ってるので、なんか今日こうやって東京でやれたのはすごいありがたいです。岡添さんはなんか狩猟今後 どうなっていく感じですか、岡添さんの周りでは。私の周りですか、うん、どうやっていきたいかってことですかね、うんうん、なんか私も別にそれで食べていこうとか、それを仕事にしていこうってことはあんまり考えてないんですけど、なんかそれこそ長い目で見てずっとやっていきたいなっていうのはあって、やっぱり狩猟って一朝一夕でできるものではないし、それこそ今こう教えてくれるおじいちゃんたちが、まあ、生きていてくれる限りずっとこう関わってこうちょっとずつこう蓄えていくものだなっていうのを感じているので、すごい長いスパンで続けていって、できればその狩猟の魅力っていうのをもっと広めていけたらいいなとは考えてます。フィールドはその今のメインはどこなん、場所は、今のメインは、私が今働いているジビエ料理屋さん の店長の実家が浜松なので、静岡の浜松をメインでやってるんですけど、せっかく東京に出てきたので東京の方でもやれればいいなと思って、うん、今狩猟チームを探そうかなっていう感じですね。この多摩界隈の漁師さんとか今日来られてますか、ね、でも多分多摩なら獣いっぱいいますよ、ね、うん、奥多摩ですね。あでも奥多摩でも私登山ではよく行くんですけど、うん、いますね、漁師さん結構、うん、確かに猿よく見ますいやそうですよね、猿うん、結構最後の方で獣害駆除じゃない、駆除の、うん、なんて言いますか、タグをつけて歩いてらっしゃいましたけれども、うん、一応その、まあ、猟期以外の場合だと思うんですけれども、うん、補助金みたいなものも出てはいるんですか。出てますね、うん、でこれはもう小国 その漁師さんたちは春季の春熊猟って言ってるけど、まあ、役場からの名目としては有害鳥獣駆除っていうので、なんかこう頭数の割り当てがあって、ただまあそれはなんかこう表側裏側の言い方みたいな、そんな感じになってます。そろそろですね、残り時間が10分弱になってきましたので、もう一回じゃ あの会場の方に質問とかですね、コメントがある方がおられたら、あ、じゃあ、この映画のですね、いろんな問題を含んでると思うんですけれども、趣旨がとか意図があまり大きすぎて、あるいは数が多すぎてよくわからないところもあるんですけれども、過疎の問題だとか民族学的な問題だとか、あるいは放射能汚染だとか、まあこの場では絞りきれないのかもしれないですけども、その辺がよく分からないですけども。他にあれば、あ、後ろの方で手を挙げられている方が。こんにちは、外大の豊坂と申します。今日実は大井先生の授業で後ろの方で聞いてたものなんですけれども、質問が3点あって、1つ目が、最初の方で質問されてて、おそらくまだ答えていただいてないのが、食べる時とか皮を剥く時に行われてた儀式がどういう意味があるのかというのと、実は自分の祖父が宮崎県で漁師をしているんですけれども、祖父はその猟犬を使って漁をしているんですね。でなんで熊猟はおそらく使っていなかったと思うんですけれども、猟犬など使わない理由などあれば、教えていただきたいなというのと、あとなめし革を皆さん
腰に巻いていらしたと思うんですけれども、他に名刺側の使い方ってあるのかな、あの産業として何か、あるのかなみたいなところを、聞ければいいなと思います。ありがとうございます。他に手を挙げられてた方が、じゃあ順番に。どうもありがとうございました。ですね、一つはですね、熊をですね取って、先ほど内容物を調べられているというのをおっしゃいましたけど、春先のところだと内容物はブナの実だけなんでしょうか。まあ、時期によってね食べるものも違うわけで、東京なんかだと奥多摩だとこれから6月7月だと三山桜の種がしこたま出てきたりとかってみんな違うわけですよね。またこれ山形ですからまた違うわけでしょうけども、そういった中でですね、その内容物は、調べられているのでしょうかということと、まあ、公表されるようなものっていうのはあるのかどうかということが一つとですね、それからやはり私は秋田の兄合いのマタギの人ともちょっと山を歩いたことも調査の関係であるんですけども、福島の日の出俣だとかみんなあれですよね、漁師さんで随分作法が違うわけですけども、そういった中でですね、先ほどのだと熊の頭までみんな食べちゃうみたいなところがありましたけど、頭のところは取っておくところがあったりいろいろあるんだと思うんですが、その辺の違いなんかも比べられたりしてるのかっていうようなことがちょっと知りたいと思いまして。あともう一つほど。この春グマ漁っていうのが漁をしている方々にとってどんな意味があるのかって、漁をされている方は何のために、漁を行っているのか、またこれらの漁が人間関係にどういう影響があるのかっていうのを知りたいと思いました。たった一頭の熊を10人とかそういう大人数で険しい中苦労して追いかけて取っているっていうのに結構衝撃を受けて、なんかそれはきっと趣味とか獣害駆除とか食いぶちのためっていうのではなくて、パンフレットに書いてあったような人々と分かち合う喜びっていうのが重要なキーワードになっているのかなと感じたので、もし林さんが何か感じられることがあったら教えていただきたいです。じゃあ他にもいろいろあると思うんですが、残り時間もありますのでここで一旦覚えてる限り答えてくれて、一応リピートしていく、お願いします。一つ目はですね、この映画のにはいろんな問題系が含まれていると、過疎とか放射能の問題とか、動物との関係とかですね、いろいろとあると思うんですが、何が一番主なんですか、なんで絞り込んで作品を作り込まなかったんですかっていう質問だと思うんですけど、それは、映像はなんかそういうの丸ごと映せちゃうなと思ってて、だからそこに甘えてます。まあ、わざと甘えたみたいな、いやあとはなんていうか単純に技術がないっていうのもあるんですけど、なんかただなんかこう何なんだっていうこの取り組めなさみたいのは3月11日のことから関わり始めたんですけど、3月11日以前の話がたくさんあって、そこへのまだ関わりようがわからないんですけど、そのわからなさはが映ってたら結構僕としてはうまくいって次の質問はですね、3つ方は3つ質問してくださったんですが、1つは千匹友引きとかですね、儀礼跡があったと思うんですけども、あれは何なのか、2つ目がですね、なぜ犬を使わないのか、巻き狩りでですね、で3点目は皮をですね、熊さんの皮だと思うんですけども、あれを腰に下げるわけは何なのかっていう、千匹友引きっていうのはなんか僕もこの間の上映会の時にこう会場にマタギの人たち来てくれて、僕は分かんなかったんですけど、その人たちが答えてくれてたのは、まあ千匹の友を連れてまた帰ってきてくれよっていうお祈りだそうです。で、まあ山の恵みに感謝してっていうのを言っていただきますを言うんですけど、なんかそれもいろんな言いようがあるんですけど、基本的にはそういう山からの授かり物、山の神様へなんか狩猟の安全と熊の供養っ
ていうのをあそこでは言ってます。で、2つ目が、犬をなぜ使わへんのかっていうことですね。ヤマドリとかウサギを取るときにはあの訓練されたっていうか小さい頃からそういう猟にハマってる犬がいればあの連れて行きます。ただクマ猟は多分最後の質問にも関係してるんですけどちょっと普通の猟と違くてなんかで犬を使わないのかなと思ってます。であと川の他の使い道であったり、まあ、あれ腰に下げてると雪の上座っても濡れないっていうすごいいい知り合いなんですけど他の使い道はなんかあれですね座敷に引いたりでもなんかあれでもよくできてて冬あったかいし夏涼しいんですよ熊の毛ってからなんか、うん、多分もっともっといろんな使い方はあるんだろうけどせいぜいあの武志さんが年間に舐めされる川の量なんて片手で数えるぐらいだからその産業にはなってないです。その次があの内容物の調査についてのあのご質問だったと思うんですけどもそこの調査からなんか公表されるような結果が出ているんですかっていう質問とあと福島との比較とそうですね。僕は小国の中に7班班があるうちの1つの班にしか関わってなくて7つ結構作法違うみたいです。で言葉も違うぐらい小国は結構地域によって独立している文化があって、うん、だから当然福島に行ったりあの秋田に行ったりしたらまた違うと思うんですけどちょっとそのそういうのの比較っていうのをやることよりもなんか一つの地域をしっかり見るっていうことの方がちょっと性に合ってたというか、まあ、本来はそういうマタギの人たちの作法の比較なんかも面白いと思うんですけど僕のなんかやってることがその胃の内容物から森林の生態系を見るとかっていうとやっぱ定点観測であったり季節ごとのものをどれだけ年数重ねていくかみたいなのがあるから本当いろんなとこ行きたい気持ちはあるんですけど一つのとこでやっていてであの時期はブナの実だったりブナの葉っぱだったりでももっとあの満作の花も食べてるし小節の花も食べてるしいろんなのあるんですけどやっぱ一番栄養がありそうなのはブナの実でだからブナの実を見つけれてるクマはなんていうか声あの脂が乗ってて美味しいとかはあります、ね、で公表できる結果っていうのは結構あの重要な結果だと思ってるんですけど、まあ、今年のクマの値と合わせてこの5年分のデータで一つ論文を作ろうと思ってます。その次がラスト あの質問になると思うんですけどもハルクマ漁を何のためにですね、の漁師さんは漁をしているのかと。でそこにはあのおそらくその漁をすると非常に大変な思いをして少ない数の、クマを捕まえているんですが人間関係への影響みたいなものがあるんじゃないかとそれについてどういうふうに思うかということですね。ハルクマ漁はやっぱちょっと特別な祝祭的な1ヶ月間なんですよ。毎日山に行くっていうで取れる日もあれば取れない日もあるっていうのでだからその祝祭の中にもこう晴れと毛も混ざってるような結構長いで連日行くからあのぐらい小柄な おじいさんもいるんですけどあの人たちが体重2キロ減った何キロ減ったっていうぐらいかなり過酷なはずなんですけど休まないっていうなんかあの感じは不思議で、まあ、休み始めたらもう行かんねって言ってるから毎日行ってて、うん、でやっぱあれを分けることっていうのはあの人たちにとってもすごいなんていうかなんだろうな山でやっぱりきついからサボるっていうのも当然あるし見つけたのか本当に分かんないけどいたって言っちゃう人もいるしでもなんかあのヒデさんっていう人が見つけたっていうなら間違いねって言ってるあのシーンとかはヒデさん耳あんま聞こえなくてだけどクマ見つけるのすごいうまいんですよ。なんかそういうような人たちだから里では起きないようなちょっとすごいことが山で起きたりもするしでなんかそういう人たちが結構なんだろう里でのことの決定とかでもなんか、まあ、人の手伝いとかもすごいする人たちだから地元の有力者が村のいろんなことを決めるっていうだけじゃなくて結構あの人たち山衆って呼ばれる人たちがいろんな事柄を決めたりもしてるからなんかあれは結構山岳地帯特有のものなのかな気がしてます。
そろそろですね、あと30秒ほどで、もう時間になってしまうんですが、最後にですね、監督と岡添さんと一言ずつ、いただけたらなというふうに思うんですけれども、どちらからでも。あ、僕いっぱい喋ったんで、どう。いやでも私もそういう雪山での狩りの経験っていうのは全くなかったので、この映像の中でまた違った大変さがあるんだなとはすごい感じたんですけど、その巻き狩りでの狩りだけじゃない楽しさ、その人とコミュニケーションを取ることとか、こうそういうのがすごい含まれている感じがして、その取ることだけじゃないこう狩猟の魅力っていうのがすごい伝わったんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。俺はいい。今日の機会みたいのが本当にありがたくて、なんかいやどうしても僕がこの6年8年目になるのが東北に関わってきて見てきたこととか、すごい貴重な話だなと思いながら聞いてることはあるんですけど、それをどうやって伝えれるかなっていうのが、まあ文章を書くのも遅いし、論文なんかに至ってはもう本当になかなか書けないからし、なんか伝える方法をいろいろ考えてて、そのうちの一つが映像で、なんかまあ分かりにくかったり増長だったりしたと思うんですけど、まあこれを機になんかもう少しこう東北のことを実際に知れるようなきっかけであったり、そういう場所がこういう都市部で起きていくといいなってことを願ってます。ありがとうございました。本当にね、僕も林さんがこうガーッとこうついていくと、ほとんど狩猟の記録映画でもあるんだけども、まあ、彼自身のそのなんていうか、なんでこんなしんどいところで滑落しそうなところでもカメラをね持ち続けたっていうのは、それがどこに向かうものかっていうのは本人もわからないかもしれないんですけども、僕はある種の研究者魂みたいなものがそこに表現されているのかなっていうふうにも受け取りました。それではですね、時間になりましたので、これをもちまして、獣肉食系上映会、小国春熊猟2016を、終了させていただきたいと思います。今日は本当にですね、多数ご来場いただいてありがとうございました。